それではちょっと片付けましたので、五等分の花嫁のグッズを開けていきたいと思います。まず1個目、じゃらん、パタパタメモですね。メモ帳ですね。これはなんかパタパタできるやつです。やってみましょう。カバン、あ、いのちゃんとよつぼちゃん、はい、だらん、お、いつきちゃん、あ、だらん、お、揃ってますね。あ、だらん、いちかちゃん、あ、難しいな、はい、おー、すごい、全員だらんってなってつながってますね。これでいちかちゃん、にのちゃん、みくちゃん、よつばちゃん、いつきちゃん、全員って感じですね。なんか収まりきれないような感じで、お、うん、めっちゃ可愛いですね。すごい可愛い。この全体の、全体のこのね、イラスト、すごい好きなんですよ、これ。いいですね、ほんと好き。こういうイラストね、描けるようになりたいです。頑張りたいです。はい。あ、これは何が出るかわからない系じゃないので、そのままにしておきますね。次は、じゃらん、クリアファイルです。これはなんか今やりました。まず1個目はこちら。ミニキャラ？デフォルメ？な感じの浴衣？浴衣？うん。浴衣？着物？ん？浴衣かな？多分浴衣だと思います。なんかわかんなくなっちゃった。はい。浴衣を着てます。かわいいですね。うん。このいつきちゃんね。ゆつばちゃんもね。食べ物持って。食べ物持って、うん、かわいいですね。あのクリアファイルは1個持ってなかったので、これは本当嬉しい収穫、嬉しい収穫でした。はい、次、じゃらん、こちらはさっきはデフォルメって感じだったんですけど、なんか、うん、6頭身とか、なんか頭身が大きくなったような感じのやつで、あ、でーす、はい、ね、アニメでありますよね。可愛いです。これは食べ物は持っていないようですね。あ、今度縦です。はい。あ、裏はこんな感じです。見せてみませんでした。はい。次からはもう何が出るかわからない系ですよ。まずは最初。じゃらん。アクリルバッジです。もうね、こういう感じに普通に入ってるので、柄がわかりませんね、こういう場合はね。本当わかりません。はい、次。じゃらん、トレーディング5等分アクリルフィギュア。アクリルフィギュアってもう高級、まあそれはそうでね、値段もすごい高い、800円です。高いわ。というその高い5商品がですよ、なんとダンとこれ合わせて3個もあるんですよ。もうこれでね、2400円です。高いわ。これはもうサンタさんもね、太っ腹って感じです。はい、次、じゃらん、5等分の花嫁ぷくっとバッジ。ぷくっとバッジってね、さっきに引き続きどんな柄なのか分かりませんね。原作なのかアニメなのかって感じでしょうけどね、大概はね。はい、まあこちらもね、550円っていうのは高い感じですね。まああとそれも複数あって、ダンとこれ合わせて3つもあるんですよ。もうね、サンタさんって太っ腹って思っちゃいました。はい、こんな感じです。あとはもうありません。それでは、まあまずはアクリルバッジから開けていきたいと思います。これはね、もうささっと開けられない。開けられない、はい、なんとか開けました。それじゃあ、柄が分からないこのアクリルバッジいきたいと思います。3、2、1、バス。また見えない。3、お、いちかちゃんです。あ、この柄は、5等分の花嫁ってんで、なんか先行販売されてたりしたものですね。あ、これなら、ちょっと知ってます?あ、なんか、いちかちゃんじゃないものを持ってたような気がします。あ、でも可愛いですね。おー、クリルバッジ、多分色がつかないようにとかして、こうやって白いのしてたんだと思いますよ。すごいわ。うん。すごいわ。っていうか、かわいい。かわいいですね。うん。あんまりいちかちゃんのグッズほんと持ってなくて、これは良かったです。はい。次。
次。次は、このね、高いトレーディング5等分アクリルフィギュア、いきたいと思います。これもささっと開けられるんじゃないかな。いきます。私はいつきちゃん推しなので、言ってなかったんですけどね。いつきちゃんが欲しいです。いきます。3、2、1、ポス。また見えない。またもういつもこんなですね。土台にイチカと書いていますよ。これは、イチカちゃんです。ごめんね、イチカちゃん。ごめんね。はい。イチカちゃんでーす。花火してる。さっきに火つ？クリアファイルに引き続き。浴衣ですね。かわいい。イチカちゃん、イチカちゃん。なんか三角なんですよ、土台が。もしかしてつなげられる？パズルっぽいし。これはすごい。立ててみましょう。はい、おー、いいですね。こうやって棚に飾っときます。飾っときます。かわいい。はい、次。ね、時間がね、刺さっていきましょう。ついね、話をしてしまうので。はい、いきます。3、2、1、バス。何だいこれは、四つ葉とこう、ママジで書いているので、これは四つ葉ちゃんですね。かわいいです。今回は制服姿で、浴衣姿ではありませんね。ちょっと違う感じで。やっぱり、なんか、三角ですね。三角です、これ。土台が。やっぱ繋げられる？ちょっと3個全部開けたら繋げてみようと思います。すごいな、かわいい。いつきちゃんが、いや、まだある、開けるのはまだあるわ、大丈夫、希望はある。ボールチェーンもついてるみたいです。これでアクリルスタンドもできるし、アクリルキーホルダーもできる。すごいですね、もうね、すごい。はい、それでは、ひっついた。はい、いきます。3、2、1、バス。また見、それは分かってる。はい、ダン。ミクって書いてるので見ないね。ミクちゃんですね。ダン。ミクちゃんです。今度は浴衣バージョンですね。かわいい。これも花火をしているのかな、花火をしているように見えます。おー、かわいいです。かわいいな、すごいな。よし、よいしょ。はい、土台にくっつけました。ちょっと一回ね、つなげてみようと思います。ちょっとやってみました。これちょっとすぐ取れちゃうんだよね。あれ、はい、こんな風にくっつきます。やっぱりね、パズルになってて、もう全員ダダーって揃えたくなりますね。これは揃えたい。それはまあね、こうするとね、800円もします。これは通りでしますよ。とても出来がいいし、出来がいい、とても可愛いしね。はい、それでは最後、じゃじゃん、プクッとワッチ、これもね、開けていきたいと思います。よいしょ。はい、いきます。いつきちゃんが全然出ない、それに困っている、動揺している自分がいる。はい、いきます。3、2、1、バス。いつきちゃんだ。やった、いつきちゃん、やっと出ました。もう動揺してたら出てくれました。やったやっと出てくれましたね。いつきちゃんです。アニメ系のやつでしたね、このプリックは。ぷっくりバッチ。おー、かわいい。ラッキー。なんか落書きみたいな感じかな、なんかハートって書いてる、そんなされてるみたいだな。次いきます。これもね、3つあるので、サンタさん、そこからすぎます。いきます。3、2、1、バス。青いとこ見えてたかな、ミクちゃん見えてたかな。はい、ミクちゃんでした。ピロン、ピロンを剥がして、はい、ミクちゃん、なんかイメージカラーみたいな感じのがありますよね。いちかちゃんは黄色、みのちゃんはピンク、みくちゃんは青。
四つ葉ちゃんは黄緑、いつきちゃんは赤って感じね。なのでここの色で分かっちゃうことがあってすいませんね。あ、かわいい、うん、いいですね、かわいいです。こちらのね合わせて、いつきちゃんの次はみくちゃんが好きなんで、これは良かったです。最後、さあ誰が来るでしょうかね。もうこの中で言うとニノちゃんがまだ来てないので、ニノちゃんが欲しいですね。よし、ニノちゃんよ来い。まあそれかいつきちゃんのもう一周の方かな、まだあると思うんで。はい、いきます。 3,2,1 パス。え、またいつきちゃん来ちゃったの。え、いいの、いつきちゃん来ちゃったよ。あー、やった、嬉しい。まさかの2周来てしまいましたよ、もう。あー、よかった。あー、ありがとう、ありがとう、うん、めっちゃ嬉しいです。かわいいですね、うん、これは。まあそんな感じですね、今回のグッズは。とてもね、いい結果で、もう五等分の花嫁っていうアニメと、ラブライブサンシャインっていうアニメね。ああ、アニメ?とてもいいアニメなので、どっちも知らない人とか、全くわからない人も、あ、同じ意味か。人も、ぜひアニメを見て、アニメ見てくださいね。あ、見てみてください。本当にいいアニメなので、ハマっちゃうと思います。五等分の花嫁は2期も決定しているので、これからもね、もっとね、流行るんじゃないかと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録してくださると嬉しいです。また見てね。バイバーイ。